福島郡屋シネマフェスティバルは、日韓交流を深めようと郡山市の NPO 法人などが企画するもので、今年9月に郡山市で開催されます。イベントでは韓国映画の上映のほか、韓国の国民的俳優チェ・ブラムさんなど人気俳優を招いたトークショーが予定されています。また会場では韓国の屋台村を再現し、本場の料理を味わうこともできるということです。やはり韓国の人たちにも福島をいっぱい知ってもらえればいい。福島の風評被害と福島のイメージアップですね、これが一番かなというふうに思ってます。イベントは今年9月10日から3日間にわたって行われる予定です。